営業所外館神奈川中央交通東、橋本営業所は、神奈川県相模原市緑区西橋本4-11の1に所在する神奈川中央交通東のバス営業所である。最寄り停留所は、貝の原車庫。管轄する路線については、神奈川中央交通東の自社免許路線は一部、存在するほかは、大半が神奈川中央交通からの管理委託路線となっている。 また、相模原市のコミュニティバスも運行を受託している。所属車両の車番の頭文字は、も。改築前の営業所外観相模神奈港バス時代の、塗装この節では、相模原営業所時代の遠隔についても記述する。in 神奈川中央交通東の自社、免許路線橋本駅と相模原駅を結ぶ路線。 橋本駅での乗り場は同じだが、中間の公用小学校前以外は全く別の経路であり、橋52は北寄り、橋55は南寄りの経路を取る。どちらも昼間は約45分間隔での運転。横浜線橋本駅から相模線上溝駅へ向かう路線で、1997年の湘南間那尾バス相模原営業所開設時に移管され、 2001年の相模神ン高コーバス相模原営業所開設に伴い、そのまま相模神ン高コーバスの路線となった。橋本駅から6時増までは橋36、橋57と同じ経路で、以南は橋34単独の経路となっている。昼間は60分間隔での運転。上記の橋34と同様に、湘南神ン高コーバスから相模神ン高コーバスの担当となった路線で、 2004年に大沢高校入り口から上久沢団地経由へ経路変更された。毎時日本程度運行。棚バスターミナル横浜線橋本駅と棚地区を江の城戸経由で結ぶ路線で平日にはモー地キャンプ場入り口行きのシニアバスも運行される。2014年4月1日の棚バスターミナル新設による路線再編で モーチキャンプ場入り口発着は日中運休となり大半が田名橋ターミナル発着に変更している。2021年現在はモーチキャンプ場入り口発は7時台まで、モーチキャンプ場入り口行きは19時台以降に運転。日中は橋本駅南口、田名橋ターミナル間が20分間隔で運転されている。橋本駅と田名地区を下北沢経由で結ぶ路線で、 橋57より、先の2003年12月に、水京棚発着便として新設された。2014年4月1日の棚、バスターミナル新設による、路線再編で大半が、棚バスターミナル発着へ変更され、水京棚発着は、日中運休となった。2015年6月16日の経路変更により、橋本駅南口方面は、 ふれあい科学館前を経由するようになった。2021年現在は、水京棚発は7時台まで、水京棚駅は21時台以降に運転。日中は、橋本駅南口、棚橋ターミナル間が60分間隔で運転されている。2014年12月1日に新設された路線で、途中の塚城坂上までは前日の橋59と同一経路となる。 系統番号は2代目で、初代は2002年に廃止された、橋本駅相川町役場線で使用していたもので、ある。日中は、毎時1本運転されている。横浜線橋本駅と愛好郡相川町角電磁、小沢を結ぶ路線。小倉からは、相模川の右岸を下っていく経路で、その部分に当たる小倉、小沢間は自由乗降区間が採用されている。当初は、 利用客が少ないために廃止も検討されたが、早山東地区での公共交通機関確保のため、国、神奈川県、相模原市の補助を受けて運行が継続されている。かつては、津久井営業所が担当していたが、2003年に橋本へ移管され、同時に橋本駅北口発着から南口発着へ変更された。以前は、 区間便として、田路線に乗り換え可能な宿01が設定されていたが、利用住民からの要望などで2021年4月1日に、橋06が新設され、宿01は廃止となり、橋05も平日朝1往復のみとなった。橋06は1日4本運行。橋41は、もともと上野原駅として運行されていたが、2015年12月14日の、 経路変更で日本板ガラス枚引く上の原間を廃止し、会の原車庫発着へ変更された。2019年3月16日には、県立愛原高校の校舎が、橋本台へ移転されるのを見据えて増便し、津久井営業所との共同運行路線となった。2021年1月4日には、同年元日に、橋本駅近くから移転開院した相模原共同病院まで路線が、 延伸され、増便の上で全便が共同病院行きとなった。同時に共同病院行きの休校便が設定され、運行開始当初の休校便は厚木営業所から転入してきた連接バスを使って運行されていたが、2021年4月に、後日の法政大学専用の連接バス導入で、以降は法政大学線と同じ連接バス車両が使用され、合わせて、 平日朝1便から2便に増便された。日中は毎時2本の運行。横浜線0愛原駅から町田街道を精神して法政大学へ向かう。以前はつくいが担当し、通常の大型バスで運行されていたが、2021年4月に連接バスの新車が3台導入され、法政大学体育館行きを除く休校便がすべて移管された。全便が 連接バスで運行され、土曜、休日は運休となる。横浜線の相模原駅と、小田急小田原線相模大野駅を結ぶ路線。アイには、大半の区間で、国道16号を経由しており、方向幕の経由表示も、国道16号である。日中は25分間隔で運行。アイ後は、相模原市役所、淵の部公園などの公共施設へのアクセスも担う。 路線で30分間隔で運行。相模原駅と相模線上溝駅を結ぶ短距離路線。I14 については、早朝時間帯の相模原駅方向のみ、相模原駅南口一つ手前の相模夢大通りを通過するダイヤが採用されている。日中は、それぞれが30分間隔、合わせて15分間隔で交互に運行されている。相模原駅から、 棚地区へ向かう唯一の路線で2003年12月の路線再編までは上溝駅非経由のために本数が少なかったが再編後は増便及び深夜バスの新設が行われた。鳩川住宅前引く水橋棚間は縁53と同一経路となっている。2014年4月1日の棚バスターミナル新設による路線再編で9 上田名停流場を経営する路線の大半が、棚ターミナル発着に変更される中で、当路線は全便が水橋棚発着へ変更され、棚バスターミナルで橋本駅、淵延駅、北里大学病院からの路線と接続することで、水橋棚地区との交通の利便を図っている。相模原駅方面は、2015年6月16日の経路変更によって、 触れ合い科学館前経由となった。早朝時間帯の相模原駅方向のみ、相模原駅南口一つ手前の、相模夢大通りを通過するダイヤが採用されている。日中は30分間隔で運転。I14 系統の経路から青春中学校前より、右折し、下久沢団地へ向かう路線。早朝時間帯の相模原駅方向のみ、相模原駅南口一つ手前の、 相模夢大通りを通過するダイヤが採用されている。日中は40分間隔で運行されるが、下北沢団地便としては端58と異なり、通勤時間の増発はない。I31 は、相模原駅と海の原社港、国道16号経由で結ぶ、出入庫路線である。出入庫路線であるが、毎時日本がほぼ均等に運行されている。I32 は、 前述の橋41と同様、相模原共同病院の移転に伴い、新規開業された。こちらは、橋本駅方面と異なり、一部時間帯のみの運行で、相模原共同病院行きは朝のみ、相模原共同病院運発は平日と休日は夕方のみ、土曜は昼過ぎと夕方に運行されている。2014年4月1日の棚、 バスターミナル新設による路線再編で水橋棚発着便は大半が棚バスターミナル発着へ変更された。淵53の淵のべき方向は2015年6月16日の経路変更によって触れ合い科学館前経由となった。淵53は2021年現在は水橋棚発は7時台まで水橋棚駅は20時台以降に運転。 日中は、淵延駅南口、棚バスターミナル間が30分間隔で運転される。淵59は2014年4月1日の棚、バスターミナル設置時に新設された路線。旧淵59が、棚バスターミナルを境に、淵5 3 0一に分割されたものの、平日1往復が、棚バスターミナルを直通し、淵延駅南口、 愛川バスセンター発着として運行が開始されたものである。朝に愛川バスセンター行き、夕方に淵延駅、南口行きが運転される神奈川県立愛川高等学校への通学輸送を担う系統となっている。上戸に停車中の淵 24? 同停留所は川崎市交通局の上戸駅停留所に併設されている。 神奈川中央交通において数少ない川崎市内乗り入れ路線で土曜早朝に1往復のみ運行される。1990年代以前は1日1往復の運行で2020年10月のダイヤ改正までは休日早朝の運行だった。かつては向こう丘遊園への団体客輸送で当路線が活用され小田急バス育田営業所との共同運行路線だった。 川崎市内への乗り入れ路線は他にも存在するが、いずれも麻生区の一部地域を走行する程度のため、多摩区を走行する路線は当路線が唯一である。また、唯一の川崎市交通局の運行エリアに乗り入れる路線であり、一部の停留所は川崎市交通局と共用している。根岸富士の機関では、東京都シルバーパスが使用可能。 神奈川中央交通の他路線と並行する区間が多数存在し、営業区間も町田営業所、多摩営業所管内を走行するが、橋本営業所の管轄となっている。上りと付近で境外道路を走行することから、中型車で運行する。2019年3月17日の改正で、淵延駅方向の経路が変更され、向こうが丘遊園駅。 多摩区役所前停留所に停車しなくなった。淵のべき南側の上溝団地、光が丘地区を循環運行する路線で、かつて存在した淵58、淵61を保管する形で運行されていた。2003年12月の路線再編で、終日運行へ増発されている。毎時3本程度の運行であったが、2018年12月16日のダイヤ改正で、 毎時日本程度に減便された。2021年現在では、日中は、おおむね40分間隔、ラッシュ時は増発される。午前と午後で、運行方向が逆向きとなる。淵のべき南側の住宅地と、公共施設を循環する路線で、2003年12月の路線再編によって廃止された路線を統合して、新設された。毎時3本程度の運行であったが、 2018年12月16日のダイヤ改正で、毎時日,日本に減便された。国民生活センター停留所は、かつて存在した淵62の運行時代は、最寄り停留所だったが、道路線の新設でさらに近い八坂一丁目、停留所が新設されたため、現在の最寄り停留所は、八坂一丁目となった。 なお2021年現在、停留所の名称変更は行われていない。2021年現在、日中40分間隔で運行されている。2003年12月の路線再編で廃止された、o 5 7 6号の代替として、2002年2月から3月にかけて実証実験路線として運行された、北里大学昭和教水教棚をもとに、厳東間駅と、 宅地造成された棚園田地域を経由するよう変更して新設された。その後、2014年4月1日の棚バスターミナル新設による路線再編で棚バスターミナルに乗り入れることとなった。平日は45分間隔、土休日は80分間隔で運転される。前述の相模原共同病院の移転に伴い、新規設定された路線。棚 BT えのきとまは橋57と同経路、上大島交差点、相模原共同病院入り口間は、津久井営業所の橋33と同経路で運行される。相模原共同病院入り口、相模原共同病院間は、往路と袋で経路が異なり、往路は、病院入り口バス手前の定時路が、右折侵入不可のため、津久井広域道路に迂回するが、 袋は病院敷地内道路を通って病院に入り口バス停へ向かう。運行は平日一往復のみ。橋本営業所では相模原市のコミュニティバスを自宅運行しており、橋本地区と大野北地区でそれぞれ運行する。相模原市では地域による不公平が生じないためとして、コミュニティバスの運賃制度は管那中の一般路線バスと同様としている。 運賃支払いには交通系 IC カードやかなちゃん手形が利用可能で長期休暇中にはちびっこ50円キャンペーンも適用される。ただし、相模原市コミュニティバスの障害者割引制度では身体障害者手帳、療育手帳のほかカンナ中グループの一般路線バスでは行っていない精神障害者保険福祉手帳の提示でも運賃割引が受けられる。 専用の小型ノンステップバスを使用するほかは、運行形態も一般路線と同様で、乗降方式や系統番号の設定、車内掲示の営業所管内路線図の表示なども同一となっている。セセラギ号セセラギ号の現行車両セセラギ号の初代車両、除み自家用車の普及や国道16号をはじめとする幹線道路の慢性的な渋滞などにより、 相模原市内の路線バスの利用者は減少傾向にあった。これを踏まえて行われた2003年12月の大規模路線再編を経て、相模原市は2005年4月からコミュニティバス検討委員会を設置して運行方法などを検討した結果、橋本駅と相模川自然の村を結ぶ路線で2年間を期限とした実証運行を行うこととした。 交通不便地区における高齢者など、交通弱者の生活交通を確保することを目的として、2006年1月30日から実証運行を開始。相模原市では運行継続条件として、1便あたり、輸送人員10人以上かつ、車両焼却費等を除く、収支比率50%以上の2点を定めた。地域住民らが、大沢地区、 コミュニティバス運行協議会を組織して利用促進活動を行った結果、2009年1月30日には運行継続条件を満たしたため本格運行へ移行した。本格運行への移行に伴い、相模原市コミュニティバスセセラギ号を運行協議会に発展し、セセラギ号の利用促進活動としてセセラギ号通信の発行や写真展などのイベントを行っている。 なお、相模原市では、本格運行へ移行後も運行継続条件を2年以上満たさなかった場合は、セセラぎ号を廃止することを広報している。セセラぎ号は、平日と休日とも同一ダイヤで、年末年始を含む毎日運行。運行時刻は、橋本駅方向は7時台から17時台まで、相模川自然の村駅は8時台から19時台まで。 ほぼ毎時一本程度が運行される。片道の所要時間は約30分。2012年10月には一部便が有りを橋本まで延伸された。2021年1月4日に大規模なダイヤ改定が行われたが、従前と同じ運行本数が維持された。また相模原共同病院の移転により、共同病院前停留所が橋本二丁目に解消された。 2006年1月の実証運行開始にあたり、専用車両として、薄緑色の三菱ふそう、エアロミディ ME3 台が用意された。相模神奈港バス時代の車番は、SK2014 から2016だったが、神奈川中央交通東への移行に伴い、も611から613へ改版された。3台とも通常の軽油を使用する。 ディーゼル仕様として導入されたが、2008年4月から1台が廃植物用原料としたバイオディーゼル車に改造され、試験車両として運用されていた。2017年8月に2台目車両の日のポンチョ3台が新生配置され、代替により、初代車両3台は除籍された。2台目車両には、初代車両の車番を引き継ぎ、 も六611から613が不満された。初代車両、二代目車両とも、相模原市の色である緑色を、車体色に採用し、市の花あじさい、市のきけやき、市の鳥ひばりと、相模川をイメージした流線型のラインを描いた、デザインとなっている。大野北地区コミュニティバス、大野北地区コミュニティバス2014年2月1日から、 大野北地区コミュニティバスの実証運行が開始された。運行経路はラケット型循環路線で、矢部駅を出ると、淵延駅へ立ち寄った後、住宅街や上、矢部地区を走行して、東京都町田市に入り、馬場十字路停留所を経由した後に北経路を戻る。2016年2月1日に、経路変更、ダイヤ改正が行われ、起点、終点が、淵延北口から、 やべ駅に変更され、日中時間帯に、淵延北口フェアロージュふち全館を休行運行する便が新設された。2017年3月末日をもって、土曜、休日の運行を終了し、同年4月から平日のみ、本格運行に移行された。運行時間が空く日中などは車庫に戻らず、相模原駅ロータリーで待機を行う場合がある。運行開始にあたり、 専用車両として、日のポンチョ2台が用意された。アザブ大学と、オービリン大学の学生を対象に公募し、沿線住民等による投票によって決定された、桜色の専用塗装が施されている。検査等で車両が不足する場合は、セセラギ号用の車両が代送する。橋本営業所発足以降のものを記す。 相模原営業所協の建造車所時代に廃止された路線は、神奈川中央交通東、相模原営業所廃止、遺憾路線を参照。小倉橋を渡る宿01所属車両は、一般路線車と貸切輸送対応の路線車、及び特定輸送用車両であり、空港リムジン路線車は所属していない。一般路線車は三菱不装製大型車が中心で、 三菱不走バス製造製車体を仮装するエアロスターのワンステップバスノンステップバスが大半を占める。コミュニティバス専用車として小型ノンステップバスの日のポンチョも5台保有する。貸し切り輸送対応の路線車は西日本車体工業製車体を仮装する日産ディーゼルスペースランナー RA ワンステップバスを保有しており、貸し切り輸送を中心として 時折一般路線にも充当される。車番は一般路線車がも600番台、貸切輸送対応の路線車はも500番台となる。すべて一般路線車であり、大型車がほとんどを占める。大型車はエアロスターワンステップが中心で30台程度であるがノンステップバスも所属する。ノンステップバスもエアロスターが中心であるが、 西高生車体のエアロスター S も2台のみ所属する。ノンステップバスは、当初は、トツカ、タマ各営業所と同じく長弱で導入されていたが、2015年3月分の新車から普通弱での導入に変更された。また2015年11月には、横浜営業所から、軽弱のエアロスターノンステップが2台転入している。2020年には、 同営業所発の連接バスとして、ネオプランセントロライナーが厚木営業所から1台転入し、2021年には新車の連接バスとして、メルセデス・ベンツ・シュターロが3台導入された。中型車は、J バス正車体のイスズ・エルガミオワンステップ、2台目、エルガミオノンステップバスが在籍する。車番は、も100番台及び、も200番台となり、もう1から、 模百のシャバンの車両は存在しない。ありがとうございます。